今から1万2000年前、日本列島は大陸とつながっていた。シベリア大陸やアジア大陸からマンモスやヘラジカを追ってきた狩人たちは、やがてこの地に定住を始める。その後、火にかけることのできる土器を作り出し、長かった石器時代に別れを告げることになる。1万年以上続く縄文時代の始まりである。三内丸山から東へ60キロほど離れた六ヶ所村、1970年代に入り、陸奥小川原開発などの巨大開発に伴い、村内から130カ所もの遺跡が発見され、大掛かりな発掘調査が行われた。青森県で最も古い土器は、ここ六ヶ所村の表立遺跡から出土した隆起専門土器である。今からおよそ1万2000年前、縄文時代早々期のもので、土器の底が乳房の形をし、表面に細い隆起線を描いている。今から1万2000年前に作られたとは思えない仕上がりである。三内丸山から西へ40キロほど離れた森田村の石神遺跡は、縄文時代前期から中期にかけての遺跡で、細長い筒状の円筒土器が大量に出土している。人面付き土器、出土例が少ないことから、万物に宿る精霊の顔を表し、日常生活のためではなく、呪術的な目的に使われたものと見られている。何千年も続いた縄文文化は、今からおよそ3000年前の縄文時代晩期、亀ヶ丘文化として隆盛を極め、青森県を中心に東北一帯に花を咲かせた。亀ヶ丘文化という名前の由来となった西津軽郡木造町の亀ヶ丘遺跡。世界的に知られている遮光器土偶はこの遺跡から出土している。八戸市のこれ川遺跡もまた、亀ヶ丘文化を代表する遺跡である。これ川遺跡からは数多くの木製品が出土している。中でもこれらの漆器は精密な彫刻を施すなど、極めて高い技術を示している。亀ヶ丘文化の特徴は、非日常的な出土品が多いことと、その完成度の高さにある。これは縄文人が知的な精神性を持ち、またその発想を形にしていくエネルギーを併せ持っていたことの印といえる。日本の文化が支配者の名によって語られる遥か以前に、厳然と独自の文化があったことを、この遮光器土偶は示している。それは盤上土偶などと並んで、私たちに新しい歴史観を伝えてくれている。六ヶ所村の八坂平遺跡から出土した亀棺に入っていた人骨をもとに復元したものである。八坂平遺跡は縄文時代後期、およそ4000年前の遺跡で、時代的には三内丸山遺跡のすぐ後になる。この復顔像は縄文時代後期のものとしては全国でただ一つのもの。彼女は
縄文の時代にどんな人生を生きたのだろうか。三内丸山から南東へ80キロほど離れた八戸市にある風張遺跡からは、全国でも珍しい合掌土偶が出土している。およそ4000年前のもので、おそらく祈りの姿勢を表したものなのだろうが、その顔がうつむいておらず、空を振り仰いでいるようなところが興味深い。最近、国指定の重要文化財に指定されることが決まった。三内丸山から南へ5キロほど離れた八甲田山の裾野にある小牧野遺跡は、縄文時代後期のもの。他の高い方の土を削り、低い方に盛った場所に環状列石が並んでいる。三重の同心円になっており、外側の円の直径はおよそ35メートル、中央部には巨石が積まれている。このような形態は全国でも珍しく、集団墓地か祭り事の場であったと考えられている。縄文の人々に